Russia, your trophy.死ぬかと思いました。さあ早く逃げよう。どうぞお受け取りください。俺はここだ。やつかもしれん。行こう。ここで死ねえ。切り刻んでやる。お前も死ねえ。
この野営を束ねる僧に会えと言われたが、八郎が持っておった地図を読めるのだろうか。君はどこ？気持ちを入れ替えられるところ。鳥を見てるとここで起こってることを忘れる。手に入りにくいものが揃ってます。何か入りようで？さあ、どうぞ。これほどの品はありません。では、あなたのご武運を願って。お手伝いできることは？酒井様、お達者でいらしたか。一斉に空を飛ぶ純真、まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか？野営のまとめ役ですので。この地図に心当たりは？食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。もしやこれは地？全てお主が束ねる野営か？有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。有明のかがり火台が記してあります。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。兵庫は島を居座ると思う。乗っ取った後に残る兵がいるだろうな。何か分かったか？貞男はかがり火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。貞男はなぜ裏切りを？私が奴を咎めたからだ。米を盗み飢えた民に売っておった。クタで米が足りないゆえんでしょうか？証明はできんだ。村はひどい有様であった。奴は何かを隠しておるのだ。悪人は隠し事がうまいものです。万兵がおります。腰抜けは隠れておるか？貞男、首を洗って待っておる。よけろ！
を抜くな。やはりこの近くにいるのか。身を隠せ。頭を上げるな。よし。館で死ねばよかったものを。ああ、死にたかったさ。クズ。殺したのですか。雅子殿。やつは私の慕う者を全て殺した。だがなぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。菰田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのは、それがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる。守るべき民がおるからです。そして撃つべき仇も。貞雄が死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。お主もな。今さら後には引けぬぞ。他の裏切り者も見つけましょう。その前に叔父上を助けねば。では金田の村で待っておるぞ。Thank you.
少々手荒だが使えそうだ。弓の修繕をいたしましょうか。もう酒が一滴も見つからねえ。許してください。かと思えば秋人が猛虎に酒を売りさばいてるらしい。売らなきゃ殺すって脅されてるんだ。そんなわけあるか。そいつは裏切り者だ。何か事情があるんだ。島の人間を殺す。の敵だ。あったら殺してやる。最後に桜が見たい。一目だけでいいから。太刀の切れ味を鮮やかにいたしましょう。今の切れ味でご満足ですか。鉄すら切れるでしょう。また来よう。あなた様を信じておりますよ。酒井様、雅子様が菰田の浜の方へ馬でかけていきました。足立殿とご子息が亡くなった地だ。浜には猛虎がはびこっていると聞きます。雅子様の身が心配です。猛虎の身の方が心配だ。だがそうだな、助太刀に参ろう。
とどれほど耐えられるだろう。全て奪われた。もう食べるものがない。飢え死に、それが私の末路。何があった？賊に襲われ、食べ物を奪われたのです。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った？北東の森の中へ。盗みを働いたことを後悔させてやる。殺してはなりません。賊も生きようと懸命なのです。約束はできぬ。
勝負。さあ早く地平道を吐いてくれ。米だ。盗んだものに違いない。よくぞご無事で。取り返したぞ。お米、最後に口にしたのはいつのことだったか。盗まれたのではないのか。どうか、お許しを。たばかったとは。このような時に賊に食わせてどうするのです。それに殺さぬように頼んだはず。致し方なかった。ああ、私のせいで。嘘をつかずともお主を助けておったぞ。これきりにします。信じてください。たとえ対馬が猛虎に乗っ取られたとしても仏を拝んでもいいそうだ。本当か。お坊はうちの道具を見ていってください。そもそも役に立ちますよ。
お目が効きますね。助かった。進化は時期に分かるだろうさ。ここで良い知らせをお待ちしてますね。何かご入り用でしょうか。さあご覧ください。うまくお使いください。どうかそれで勝利を。道中のご無事をお祈りしています。近頃聞いた話なんだが、猛虎の死骸が増えてるらしい。誰の仕業だ。侍が殺してるって噂だ。侍、お手伝いできることは。浜から逃げ出した馬を見たけど、たてがみが燃えてて泣き叫んでた。騎士平原に着いた。菅笠衆はこの地におるらしいが。猛虎の荷車が襲われたのか。菅笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見えるな。ここまで逃げてきたのか。酒井陣か。竜蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば、叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。
お前が？今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。あたエルクタシチカルシコルイアッセン。友田の恨み晴らしてやる。一人も残すな。囲まれるなよ。肩が上達したな。そうか。お前はヒゲが生えたな。騎団の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれぬ。愛も変わらず強引だな。歩くのか。馬はどうしたんだ。こっちだ。最後に会ったのはいつだった。二夏前の長尾家での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのだ。菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ菰田で声をかけなかった。侍相手に忙しそうにしてたろ。俺も酒盛りしてたしな。一杯くらい付き合ったのだがな。ああだろうな。荷車だ。飯が残っておりやもしれん。からだ。お侍、お侍。
お主のものか。その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎どもめ、命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった？大平砦へ。畜生、小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ、宿営は近い。どうしても考えてしまう。おじ上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてもな。望みは何だ？一生分のタダ酒。それだけか？あとは寝床、仲間が入りきるほどのな。真面目に答えろ。浪人で終えるつもりではなかろう。あれから3年だぞ。昔とは違う。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか？仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが、今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ？半分に減ったが、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ？猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろう。食い物を貯めてると？おそらくな。策はあるのか？まあ見ておれ。おい心臓、これだ。お前ら、雄三様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ？あの侍は。聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか？策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る？殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまぬ、対はなかった。いいさ。菰田で死ぬかと思った。まったく行かなきゃよかったて。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。シラミはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか？袴はつづらの中だ。俺ほどの男前とはいかねえが、悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら、猛虎からお地獄を取り戻す。恩に切るぞ。ただし頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。
美しい弓をお持ちでいらっしゃいますね。速さ、やとび、力。長尾忠頼様も羨む弓です。ではいつかまたお越しくださいませ。何ともなかったかのように。桃田の戦はどんなありさまだったのかな。男どもが血みどろで切り合ってるだけ。考えろ。私一人じゃ生きてても仕方ないよ。氏がそう言ってたんだって。呪われてるのは内爪子、弓じゃない。それって同じことだろ。違う、内爪子は心が強い。
安らかに。物おじもせず守護したる。大きも元は悪しき苗かも。どうしよう。
龍蔵は墓におるはず。おう、来たか。それじゃあ飯をぶんどりに行くか。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。やぐらにはのろしずつも。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら討ち入るんだ。失敗したら俺の仇を討って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。櫓から目を離すな。分かったよ。合図してやらねばな。櫓の火が見えるはずだ。頼むぞ龍蔵。
この畜生ども。最後だ。食い物を探そう。ほら、食料を運ぶんだろ。食いもんがねえ。櫓にもなかった。他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。鑑賞ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦は奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。浜に蒙古の小舟がある。蒙古の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。固い防備に急兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すほどじゃねえな。旧兵を崖に置け。注意を引きつけた隙に船を盗もう。砦のことはまだ気づかれてない。奴らは気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ。浜に降りよう。聞こえたな。行く。頭、見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済んだ。用意ができたようだな。松明を。頼んだぞ。さすが俺の仲間だ。あの火を見ろよ。忘れたのかよ。兵の相手をするな。蒙古の船に乗り込むんだろ。回そう。
急がねばならぬ。貝を持て。誰も船を狙ってこなかったな。お前の手下が気を引いたのだ。食い物を探そう。ない。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。ないな。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったんだな。いいさ、昔の話だ。何もないな。兵糧はあったか。いや、隣の船かもな。聞こえたか。4人、いや5人はいる。逃げ場はないな。戦うぞ。てめえら、いい船だな。さあ急ぐぞ。幽兵がいるぞ。弓はあるか。お前は仲間に渡した。正面から突っ込むのかよ。新手が来た。殺せ。
この船にもないか。これは何だ。蒙古の兵略図か。竜蔵と話そう。何かあるはずだが。目立ちなんてなくても倒せたぜ。だろうな。あのデカっ腹見たか。食いもんは奴の腹ん中だよ。どうしよう。拙者、俺たちの食いもんが。龍蔵、逃げるぞ。泳げるか。それしかねえんだろ。火も回ってる。見つからねえよ。隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食い物持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が載ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。俺は奴らを養わなきゃならん。お前とは違う。その地図がいるんだ。金田の木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のようにか。相手にはまだ足りぬ。少し疲れたか。